反論のカミソリとは、次の文で表現される考え方のことである。Never Attribute to Maris that which is adequately explained by stupidity 無能で十分説明されることに悪意を見出すな。例えば、ある製品に欠陥が見つかった場合、それは製造した企業が無能であるか愚かであるということを示しているのであって、消費者を困らせるために企業が悪意を持って、 欠陥を忍ばせたわけではないという考え方を示すのに用いられる。上記の文言それ自体は20世紀のペンシルベニア州に住むロバート・ J ェファンロンという人の発言に由来するものとその友人などによって主張されたが、こうした考え方や類似の傾向はそれよりはるか以前から存在していたことが知られている。ロバート・ J. ファンロンの友人ジョセフ・ビグラーの説明によると、 冒頭に挙げられたハンロン紙反論のカミソリ自体は1980年に刊行されマーフィーの法則に関連した様々なジョークを集めた書籍マーフィーズ・ローブック2モア・リーズンズ・ホワイシングス・ゴー・ロングに対してロバート・ J 反論ハンロンが寄せた意見に由来しているとのことであるロバート・ J 反論ハンロンはペンシルバニア州スクラントン在住の無名の人物である この文に与えられた反論のカミソリという呼称は、オッカムのカミソリからインスピレーションを得たものである。反論のカミソリの考え方というのは、必ずしもロバート反論のオリジナルというわけではなく、以前から類似の表現や考え方は存在していた。例えば、ロバート・エイ・ハインラインの1941年の短編作品、金星植民地にも類似の表現が見られる。 次のような文である。you've attributed conditions to be lag easy to simply result from stupidity 君は単に愚かさから生じる状況を悪行のせいにした。これが存在することは1996年に指摘されておりするよりも5年も前のことであるジャーゴンファイルのバージョン4.0例にて初めて言及され反論のカミソリは次の ハインラインのカミソリを変形したものではないか、と指摘された。Never attribute to Maris that which can be adequately explained by stupidity, but don't rule out m a i 無能で十分に説明できることに悪意を見出しては、ならない。しかし、悪意を除外してはならない。同様の表現を、ナポレオン・ボナパルトがしたと誤って引用されることがある。また、ゲーテの 若きはエルテルの悩みにも類似した表現がすでに用いられていた。ミス・アンダスタンディングス・アンド・ネグレクト、クリエイト・モア・コンフュージョン・イン・ディス・ワールド・ザン・トリッカリー、アンド・マリス、AT&E ・ e、レート、ザ・ラスト・ツー・アレ・サーテン・ディ・マッチレス・フリークエント、参考訳この世界において、誤解や怠慢は、策略や悪意よりも、より多くの混乱を生む。いずれにせよ、後者はずっと少ない。 ということは確かだ。最近作られたものでは、次のような表現もある。サーバーナード・ウィンガムによるもので、コック、アップビフォー・コンスピラシーという呼称が付けられた、次の表現である。メニー・ジャーナリスト・ハブ・フォール・フォー・ザ・コンスピラシー・セオリー、オブ・ガバメント、アイドゥ・アシュ・アイユー・ザット・ゼー・ウッド、プロデュースもアキュレート・アーク・イフ・フゼー・アド・ヒアド、ツー・ザ・コック、アップ・セオリー。 サーベルナール・インガム・ジャーナリストの多くが政府による陰謀論に陥ってしまっている。だが、素直に失敗論として報じた方がより正確な仕事であろう。サーバーナード・インガム他の翻訳例、愚かさによって十分に説明できるものを悪意のせいにしてはならない。あえてこの署名を翻訳すると次のようになる。マーフィーの法則第2巻。 物事が間違った方向に進む多くの理由、感銘な、ありがとうございます。